演武開演。どうも、本日はファミリーマートのでっかいバニラモナカを食べたいと思います。でっかいと言ってもものすごい大きいのですよ。大きいのかな、これは。では、いただきます。確かに堪能できますね、この量。しっとりとしたモナカの後に来る濃厚なバニラアイスは口の中にその甘さを広げてくれてとっても美味しかったのですが、ちょっとバニラアイスだけだと単調で量が多いかなとも思いました。小豆や練乳、その他の味がちょっとずつ入ってればもっと美味しくいただけたと思います。なのでバリエーションを作ってください、お願いします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。